1日1杯飲むだけで痩せる重曹水をお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますともとっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で今差し上げております。ぜひそちらもご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこのドリンクを1日1杯飲むだけで痩せることができるのかっていうその痩せるポイントについてお伝えしていきますね。3つあります。まず1つ目です。腸内環境が整うからなんですね。いかがですか？今までいろんな食事制限も頑張ったし運動も頑張ったのになんでこんなに1キロも痩せないですか先生とかね、コメントをご相談いただくこと多いんですけれども、それはですね、あなたの努力がね悪いわけじゃないんですよ。何が悪いかって、あなたの腸内環境が悪いがために何をやっても痩せることができないんです。思い当たることはないですか？腸内環境を乱してしまう食事をしているとそうなってしまうんですよね。じゃあどうすればよいのか。腸内環境を整える腸活メニューへとあなたが今まで食べていたものを一つずつですね置き換えていただければいいんですよ。なのでこの動画のドリンクもそうですが、別動画でもたくさんね美味しい痩せるレシピお伝えしてますから、ぜひこの動画見終わりましたらそちらもチェックしてみてくださいね。とにかく腸内環境がですね大事なんです。痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがあなたの腸内にいろんな種類がいてくれて、しかも元気いっぱいでもうずっとあなたの腸内に住み続けてくれるっていうこの環境をいかに作ることができるかできないかでも全然ですねダイエットの成功率が変わってくるわけですよね。やはり体質そのものが痩せ体質になっていないと結果最後はリバウンドが待ってるわけです。そんな無駄なことを今すぐやめていただきたいので、私はこの腸活チャンネルを作って日々あなたにお伝えしておりますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。では2つ目です。このドリンクを飲みますと代謝がアップします。血流が良くなるんですよね。血行悪い方ってね代謝が下がってしまって痩せれないんですよ。なのでなんか最近代謝が落ちてきたなんていう時は、もしかしたらあなたの腸内環境が悪かったり体温が低かったりですね、そういった可能性がありますから、このドリンクを飲んで代謝も上げていきましょう。最後3つ目、弱アルカリ性にお体を変えることができますということで、なんでこの弱アルカリ性が大事なのかってそのポイントなんですけれども、私たちの体内はこの弱アルカリ性の時に一番いろんな機能が十分ですね、もう存分に使えるようになってるからなんですね。逆に、まあ、過去の私もそうなんですけれども、とにかくまあ甘いものをいっぱい食べ、毎食デザートを食べたりとかですね、脂っこいものを食べている方とか、あとは加工品ですよね、もう添加物がたっぷりのそういったものを日々食べてらっしゃる方っていうのは、お体の体液が酸性にもうがっつり傾いてるわけです。そうすると痩せることができません。なぜかというと、もう内臓臓器やいろんな機能が全然働かなくなってしまう。結果もうそのもう末はですね、がんになってしまったり、いろんな病気になったり、もいいことゼロなんですよね。ですからそのある程度いろんな食事食べてしまうと、まあ、どんなに気をつけてても酸性に傾くようになってるんですよ。そこを放っておかないってことです。酸性に傾いたと思ったらさっとそれをこの弱アルカリ性に戻すものを食べる飲むっていうのが大事になってきます。その時に役立ってくれるのが今回のドリンクということになるんですよ。では2つ目の項目に移っていきましょう。何をということで、今回痩せるドリンクに使う材料が持つそれぞれの痩せ効果についてお伝えしていきます。まず重曹を使います。で、重曹と聞いてもですね、先生お掃除に私使ってますという方もねいらっしゃると思うんですが、もちろんお掃除用の重曹はありますよね。今回はもちろん食用の重曹を使いますよ。食品になります。私がですね見つけたのは、よくお菓子作りコーナーに行かれますと食用の重曹炭酸って書いてね売っておりますから、
必ず食用を購入してくださいね。でまずこの重曹は食品添加物なんですが、まあ、材料は自然の天然のもの由来になりますから安全性は確保されておりますが、まあ、食品添加物炭酸水素ナトリウムなのでもちろん取りすぎてしまっては NG ですから必ず適量を守ってください。そして酸性に傾いてしまった体内のその体液を弱アルカリ性に戻す効果があるのがこの重曹になるんです。そして重曹には腸が活発に働くそのいい刺激をですね与えてくれる効果もあるので、結果冒頭でお伝えしました通り痩せ効果を得るためのその腸内環境を整える働きのお手伝いもしてくれるんですよね。そして重曹は血流が良くなるために結果あなたのだんだんこうね年齢とともに私もそうです、落ちてくる代謝を上げることができます。そして嬉しい効果がもう一つ、胃酸を中和してくれますから胃の粘膜を保護する役割もありますので、もっと胃がお弱い方っていうのはですねこういった重曹の力を借りて胃の粘膜を保護してあげるのも丸ですよね。実は胃薬の材料にもこの重曹を使われているぐらい胃の粘膜を保護する効果がありますので、適量でしたら効果があります。では続いて今回使うドリンクの甘味料となるのが蜂蜜になります。でもちろんこの蜂蜜も添加物ゼロのピュア 100% 蜂蜜を選びましょうね。できれば国産がいいと思います。他の例えばお砂糖とか香料とか余計なものが添加している蜂蜜は使わないでください。それはもう蜂蜜ではもうないとね言ってもいいと思います。そしてこの蜂蜜はよく先生蜂蜜なんかやれたら逆に太っちゃうんじゃないですかっていうねご心配のコメントもいただくことがあるんですけれども、ダイエット向きの甘味料としては蜂蜜おすすめなんですね。適量でしたら、もちろん摂りすぎたら太りますよ、カロリーが高いですからね。ただし蜂蜜ならそもそもアミノ酸が多くて脂肪燃焼効果があるんです。なので同じように甘くしたいのであれば蜂蜜の方がおすすめなんですよね。でしかも腸内環境が整うんですよ。善玉菌たちがね喜ぶんです。痩せ菌たちがね蜂蜜が入ってきたらわーいって喜ぶんですよ。オリゴ糖やグルコン酸が入っているからなんです。そして脂肪燃焼効果があるポリフェノールも入っていますし、また栄養価が高いんですよね。栄養が取れてしまうんですよこの甘味料で。ですからもう全然栄養がない太る元の白砂糖なんかよりは絶対この蜂蜜がおすすめなんですよね。白砂糖は太ります。そして最後に今回使う材料はこちらクエン酸も使っていきます。でクエン酸、まあ酸というぐらいですからもともとねもちろんその酸性の成分なんですけれども、不思議なことにこちらがですね体内に入るとアルカリ性へと変わるのがこのクエン酸になるんですね。なのでクエン酸っていうのは例えば梅干しとかレモンとかリンゴ酢もそうですけども、その酸っぱいなって思う成分がクエン酸なんですね。でこのクエン酸が体内に入ることで例えば先ほどお伝えしました通り太ってしまう体質、酸性に傾いたその体質をグッと弱アルカリ性に戻してくれるのがクエン酸の効果になりますし、また実は脂質の代謝もアップしてくれますから、要はこう脂肪を燃やしてくれる効果もアップさせることができるのがこのクエン酸になります。でこのクエン酸は先ほどお伝えした食品にも入ってますから、このクエン酸の代わりに例えばレモンであったりリンゴ酢であったりですね、そういった柑橘系を使っても丸です。そしてクエン酸はですねミネラル成分の吸収力もアップしてくれますから、そういった栄養素もギュッと吸収しやすくしてくれるのがクエン酸の効果になるんです。ではお待たせいたしました、いよいよ3つ目の項目です。どのように作るんですかということで、今回この項目では材料そして作り方その後に実演を入れた動画をご準備してますので、作る時にぜひお役立てください。そして最後に効果的なダイエットのですね効果を出す飲み方と注意事項です。注意事項とっても大事ですので最後までご覧くださいね。それではまず痩せる炭酸水になります。今回のドリンクですね、で材料が1杯分です。でまずご準備していただくのはこの食品用食用の重曹の粉ですねを小さじ2分の1です。でこちら私はお菓子作りのコーナーで見つけた炭酸なんですけれども、食品用炭酸重曹と書いてあります。
ちょっと使いかけですいません輪ゴムで留めてますけども、ほんと粒子が細かいパウダーになっています。でこちらの食用の炭酸を小さじ1/2、それで次に食用のクエン酸を小さじ1/2同量ですね。でこちらは私はドラッグストアで見つけたんですけども、どのコーナーですね、どのあたりに、まあ、そのお店によって違うと思うんですけども、気をつけていただきたいのは、とにかく食用のクエン酸です。食品添加物クエン酸って書いてあって、ここにもですねクエン酸、レモン1個中、梅干し2個中2個の中にはクエン酸が約 4g 入っていますということで、もちろんこの食品添加物のクエン酸じゃなくてもレモンとか梅干しでも代用できます。そしてここにですね、面白いのが乳酸飲料の作り方ということで、これ牛乳とクエン酸とか乳酸を入れると乳酸飲料もできてしまうというか、いろいろレシピに載ってますから、ぜひ参考にしてみてくださいね。こういった要は食用のクエン酸を準備してください。であと蜂蜜、これも天然ですね、無添加の蜂蜜を小さじ1杯程度、特に甘みが必要ない方は入れなくても、こうスカッとね、無糖の炭酸水がお好きな方は入れなくても OK です。そして天然水、お水も大事ですね。ぜひ水道水ではなくて天然の水をご準備してください。 200ml です。これだけで実は炭酸水がねシュワシュワってできちゃうんですよね。こちらは私別動画でもクエン酸を使わずにリンゴ酢を使った炭酸水もお伝えしておりますから、もちろんリンゴ酢でも良いので、リンゴ酢がいいなっていう方はリンゴ酢で作ってみてくださいね。今回はこのなんでこのクエン酸を使ったかと言いますと、今からもう蒸し暑い時期に入るじゃないですか。もう今私が住んでるこちら別府もですね、もう梅雨入りしたんですね。もう暑いんですよ、蒸し暑い。そういう時にこうスカッとこう酸っぱい飲み物って飲みたくなりませんか？その時におすすめなのがこのクエン酸なんですね。で味はどんな味かというと、レモンスカッシュみたいな味がします。よく夏場になると塩レモンって出ませんか？塩レモンの飴とか塩レモンのタルブレッドで熱中症対策とか、よく夏場になるとスーパーに出回りますよね。ようなこうスカッとした塩レモンのドリンクみたいな味がするんですよね。で面白いのは、最後にこのクエン酸を入れるとふわーっと炭酸がこう吹き上がる瞬間が楽しくって、娘の前でもね、ちょっと来てとか言ってね作って見せたんですけれども、うわーこれも炭酸になるのってびっくりしてましたけれども、スカッとしたい時はおすすめですし、またいかがですか、炭酸水ってこう1本例えば 500ml 買ってしまってもこう息飲みってきつくないですか？私ちょっとできないんですよね。しかもやっぱりこうキンキン冷えてる炭酸水飲みすぎてしまうと腸の動きが鈍ってしまって結果太りやすくなってしまいますから、こういったこう常温で作れるのもいいですし、ちょっと先生常温じゃ美味しくないっていう方は、このお水半分を冷水で使っていただいても、ほどほど程よい冷水になって美味しい炭酸水できますから、ぜひ試しに作ってみてくださいね。ではここから実演の動画をご準備しておりますので、そちらをご参考に今すぐ作ってみてください。どうぞ。
さあ実演動画いかがだったでしょうか。ここで順番前後しますけれども、作り方のおさらいです。1つ目、グラスに天然水と食用の重曹、蜂蜜を入れてよく混ぜましたね。そしてその後2つ目、食用のクエン酸を入れて軽くかき混ぜたら完成になります。最後に大切なお話があります。ぜひ聞いてくださいね。このドリンクを飲む時の注意点があります。ここは絶対に守ってください。1つ目です。まず重曹もクエン酸も必ず食用のものを選んでください。2つ目です。いくらダイエットには効くというドリンクも飲みすぎてしまってはダメですよ。お体を逆に壊してしまいますし太ってしまいます。なので1日あたりの目安は1杯からもうどんなに飲んでも2杯までです。この量で抑えましょう。もう1日1杯でも効果がありますから、飲みすぎなくっても大丈夫ですから、安心して1日1杯を続けてみましょう。重曹は1から2グラムまでが適量になります。でまたこの重曹は疾患のある方は飲むことができない場合がありますから気をつけてくださいね。心臓病であったり血圧が高い方であったり、また重曹は塩分が結構含まれていますから気をつけてください。もしこれを試したいなっていう時は主治医のその先生に、医師にですね、ご相談していただいてから、妊婦さんもそうです、必ず相談してから召し上がってください。さあいかがだったでしょうか。今回は1日1杯飲むだけで痩せる効果が高い重曹を使った炭酸水をご準備しました。もうスカッとね、これから暑い時期にはおすすめですが、ただし量であったり冷たすぎるのは NG ですから気をつけてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。